ちゃん。こんにちは。はい。ヨタカさん。ヨタカさん。なんだよ。元気ですね。元気だよ。まあ、たまにはな、ちょっとパッと出しておかない。そうですよ。外寒いですけど。やっぱ知ってるか、マラソンでも。ん？最初からゆっくり入ると、はい、そのペースで上げれないっていうの。そうなんですか。バーンと言っとけば、はい、落としても上げれるんだよ。なるほど。というふうに聞いたことある。あ、でも第一声もアナウンサーもそうです。そうだろ。そうよし。あれは浜口さんですか。はい。あの、自主トレっていうと、はい、皆さんどんなところで誰とやってるのかっていうのがすごい気になるじゃないですか。いや、最近はな、はい、で昔は、うん、同じチームのやつとやってるだろっていうふうな、それが当たり前だったんだよ、うん、今は球団超えてやっちゃってるからね。そうなんですよ。垣根超えて、あれ、この選手とこの選手がっていう。でもさ、はい、例えばセリーグとパリーグの選手がやるんだったらまだしもさ、うん、セリーグ同士ライバルチームでやるケースも出てきてるからね。まさにその話題です。なんと巨人の菅野投手。なんとか弱い。んなんとよしちょっとオーバーだってなんとよし、オッケー。あのOK、菅野投手に誰が弟子入りしたと思いますか。聞いてびっくりですよ。いや、これはもう有名になってるよね。藤浪でしょ。人さん、もっと大きい声で。藤浪だよそうなんですよ。いや、びっくりするよな。えっていう。でもこれ毎年一緒にやってたわけではないですよね。いや、でもさ、俺思うけど、はい、藤浪が本当にしっかり育てば、はい、阪神優勝の目あるからね。完全に鍵握ってる投手ですよね、うん、それをその菅野が教えてるっていうわけでしょ、はい、まあ時代っちゃ時代だけどね。でも本来ならば藤浪投手ぐらいのクラスの投手であれば、誰かから藤浪さんのとこにいいですか一緒に行ってっていうぐらいのもう投手であっていいわけだと思うんですけども、うん、やっぱり悩むところあって毎年っていう、まあ、そうだな、うん、まあ、悩みは深いよね、これ考えるとね。そうですよね、まあ、いろんな人があの手を変え品を変え、うん、人を変え、うん、いろいろやってきたけど、なんかまだしっくり藤浪が来てないという、うん、で菅野にすがったという、はい、逆に言えば、はい、山こもって、うん、座禅した方が俺はいいと思う。あ、もう一人で精神的な。あ、俺はこれは冗談じゃなくて、はい、俺は人に頼むんじゃなくて、うん、まあ例えば金本と新井がごまだき、うん、修行した、はい、ああいう感じで精神が統一できれば、はい、精神統一バラバラだとは言ってないよ、うん、ただ俺が前の動画でも言った藤浪が投げる瞬間に何か映像がポッと出てくるんじゃないかって、その出てこないぐらいにこう座禅を組むというかさ、そういう精神の統一の仕方っていうのは俺はあると思うんだよ、はい、まあ古臭いっちゃ古臭いかもわからないけども、でもそれは藤浪にとっては必要なことかなっていうふうには思うよね、うん、だその投球フォームとかなんとかっていうよりも多分精神的なことから来てることじゃないんだろうかっていう、うん、そうだね。だから人に頼るというよりも、うん、はい、自分で立ち直っていく力が藤浪には、うん、俺はもうこれからは必要じゃないかっていうふうに思うんだよね。そうですね。だから人の話を聞くっていうことは、はい、もう素晴らしく素敵なことだし、うん、まあ、参考にできることがあればね、取り入れてもいいと思うけども、まあ、例えば山本昌とか、はい、そういう人たちにも聞いたよね。それでも、まあ、そんなには良くならなかった、うん、まあ、そうなったらやっぱもう自分で自分を律するというかさ、はい、やっぱ修行の域だと思うよ。もう藤浪投手はそういうことが必要なんじゃないかっていうことで、やっても面白いということだよね。そうですね、うん、ただいや、うん、それはもう菅野がね、本当にポーンとなんかこうスイッチ入れるかもわからないし、あ、ね、なんかついてたものをもうポンと払うような感じになるかもわからないけども、うん、はい、まあ本当に、まあ、菅野でダメであれば、うん、修行の域だと思うよ。そうですね。何を学びに行こうと思ってるんですかね、菅野投手には。いろんな技術的なこともあるよね、はい、まあ、例えば、菅野が、まあ、こうやって構えてて最初に、うん、手から指導して足を上げたとか、はい、まあ、いろんなことをやりながら、まあ、ここに来てるわけじゃない、はい、だからそういう経験を聞いたりだとか、うん、技術的なことを聞いたりだとか、はい、あとはマウンドに立ってのどういう気持ちなのかという、うんうんうん、そういうことをやっぱ知りたいんじゃないの。そうですね。これ書いてあるのはやっぱ藤浪投手、菅野投手とのその宮古での自主トレで手応えをちょっと掴んだ様子だと。まあ手応え掴んだって書くしかないんだよね手応え何にもなかったじゃない。失礼ですもんね。そんな失礼な話ことはない。
制球難の克服をテーマに掲げる藤浪投手は軸足の不安定さを菅野投手に指摘され、早速軸足のブレを直すトレーニングに今力を入れ始めているということなんですけど、これはね誰でも言ってると思うよ。俺はもう前からでね、菅野はね制球難を克服した選手じゃない。もともと制球がいいピッチャーだから分かんないよ仮によ制球難を本当に克服したピッチャーであれば分かると思う、はい、その気持ちの流れとかどういう風になっていけば治るとか、はい、でも菅野は制球難になったことがないんだもん多分。そか、それ経験したことがないかな。経験がないの。このね、自主トレがこの藤浪投手にとってどういう風に今シーズン生かされるのかっていうのもね。そうだね、はい、でも人のことを人をこうと一緒にやるでしょ、うん、でまあ藤浪とやったよね。菅野はずっとやっぱ藤浪のことが今年1年の気がかりで一緒にやってると、それはもう絶対そうなるよね。頼ってきてるわけだから、はい、やっぱり人としてほっとくわけにいかないよね。もうこうやって手を差し伸べたんだったら、うん、はい、でも俺は思うには包帯を最後まで巻いてやれないかったら、うん、そんな治療はしない方がいいよ。責任感そこまで取れないんだったらってことですよね、うん、まあ、厳しいようですけど。厳しいようだけどね、ってことですね。でもそれは俺が終わった時に教えてあげるよと、うんうん、じゃないと自分の成績にも影響が出てくる可能性があるからね。やっぱそこが気になるということになってくるとさ、はい、だから俺はあんまり進めないけどね、その同一リーグとかっていうことですね。ただもう一組同一リーグでこの2人が極秘で自主トレしていたということで、お阪神の井上選手と巨人の岡本和真選手、全く面識なかったそうなんですけれども。極秘じゃねえよ。もうそうですね、言ってるもんね、なんかね極秘入門していたことを明かしたもんは、うん、極秘でしてたんですけれども、思いっきりその自分が井上選手がね、思いっきりバットを振っていないように見えて柔らかさもあると、技術を間近で、実感したと岡本和真選手ので、逆方向にもホームランを打てるのでどうやって打っているのかをたくさん聞いてきましたということで、うん、5日間ちょっとみっちり勉強したそうなんですけれども、これもまた阪神と巨人でなんかあんのかね。なんかあるよ。いや昔はさ、はい、阪神と巨人ってライバルチームだし、うん、まあ、今でもそうだと思うけど、はい、外野走ってたら、はい、巨人の選手なんかもう甲子園だったらボロカス言われてるからね、ヤジでそんななんですね。いやオールスターの時からそうだから、すごいですねって言ったら、いやもうシーズン中なんかもっとひどいんだからっていうような感じだったんだよ。まあ、逆に、まあ、後楽園とか東京ドームでは阪神の選手がやってるとボロカス言われてるのかも分かんないけども、はい、でもそういうね、仲の選手たちは仲がいいという。そうですね、うん、ただ俺はやっぱこう井上っていう選手はすごく魅力あるし、別に悩んでるわけではないと思うんだよね、うん、やっぱきっかけが欲しいというかさ、はい、どうやったらいいかという、うん、まあ、昨年そのオープン戦前キャンプの時にね、いろいろこう井上のフリーバッティングとか見てたけど、はい、触れないんだよね、うん、佐藤みたいに豪快に、はい、でね、豪快に振ったら佐藤と同じような感じだと思うんだよ、うん、あの遠くへ飛んでっていう、なんかね結果が欲しくてこう小さくなってんだよね、うん、そうじゃなくてやっぱ岡本みたいにもう思い切ってパッと振り切るというか、はい、けれんみなく、うん、そういうことができると俺はいいと思うんだよね。だもしかしたら今言って豊さんがおっしゃったことを井上選手は悩みで抱えてて、それを岡本和真選手と一緒になんか自主トレすることで何か打開策をっていうふうにしてるのかもしれない。なんで悩みを抱えてたの。特には書いてない書いてない、はい、特に悩みは書いてないんですけど、悩み抱えてるみたいだったじゃん。逆方向にもやっぱりホームランを、逆方向なんかね、うん、考えなくていいって若い時は何言ってんだよ、まともにお前引っ張ることもセンターに打つこともできないくせにいやいや、日本語にね、大きいのホームランでそのうちね、遅れて当たったら出てくるよいや、そのぐらいの感じでいいんだって。逆に神経質になりすぎちゃったんですか。いやいや、もう思い切ってね、振り回せって、はい、バットを、うん、いや、そのぐらいの方が成長するから。なんか今の若い選手ってちょっとそうなんですかね、うん、結果を気にしないっていう選手はいないと思うんだけども、はい、井上なんかさ、スケールの大きな選手にならなきゃいけないし、はい、俺はなれると思ってるから、うん、そんな小さなことなんかね気にしないでほしいよ。もっとな、大雑把って言ったら変ですけど、うん、もっとこう
ていう感じなんですかね、スケール大きく、うん、だから何時に寝て何時に起きなきゃとか、うん、そんなこと気にしなくていいって、うん、大雑把に午前中に起きればいいぐらいの、まあ、そのぐらいの感じでいいんだって、そのぐらいの素質があるから、心配をするなと、もう言って教えてやりたいぐらいだよ俺は。いやいや、もうそんなもっと触れって、大きく触れ、大きくって、うん、ね、まとまるなと。もう佐藤だって60打席なかったのに打席に立てるわけだろ、はい、ね、そのぐらいの井上も素質持ってるから、うん、だけどお前は40打席ぐらいにしとけって、うん、ヒットが出ないのも、出ないのもいい加減にせよって言われるから、はい、でもそのぐらいの感じでいいかな、うん、でもあの岡本の勝負強さとか、はい、局面に対しての考え方っていうのは、うん、俺はすごく勉強になると思う。岡本はやっぱ考えてる、うん、それとチャンスの時とチャンスじゃない時の打ち方っていうのも変えてる。なんかそこら辺だからものすごく賢いよ岡本って。あのほわんと見えますけど、ね、見えるけどよく考えてるよ。だから井上選手もそこら辺のことをそうそうそうやっぱり聞いた方がこ、ね、今のこっちよりもいいってことですよね、うん、だからスタイルは豪快に小さいことは気にすんなっていうことですね、はい。でも面白いですね、藤浪投手と井上選手がそれぞれジャイアンツの選手のところにね、本当だよな、うん、聞きに行く、まあ、こういう時代というかね、そうなってきたんだなって、はい、だからまあそういうことをダメだとは言えなくなってるよね、うん、もうね、お互いがそういうものをこう共有し合って、うん、ファンの皆さんにいいものを見せられるとね、はい、まあ、それが一番のことだよね、プロ野球だからね。ですよね、プラス藤浪投手と井上選手が今シーズンその自主トレでの結局活かせるかどうか、そうだ、また気になるよ、うん、岡本も菅野もそうです、井上が打席に立ったら大丈夫かみたいな気になっちゃいますよ、ね、サード守ってたらヒットが取れるけど一歩遅らそうみたいな、それはしない、それはしない、それはしないと思います、はい。